はい、どうもタンタンです。今日はこちらカラーから出ております U ベースのシリーズですね。このモデルは U ベースのジャーニーマンというシリーズとなっておりまして、マホガニーボディで F ホール、これが特徴ですね。特にアーチトップになってるわけではなくて、こういった普通のフラットのトップの F ホールモデルでございます。でカッタウェイもついてて、あとこのモデルの結構最大の特徴かもしれないですね、ウクレレベースってあのウレタンのね、あの太いあのゴムみたいな弦、あの弦がついてるウクレレベース多いんですけれども、これはねこの巻き弦なんですよね。なのでこう手触りというか、そういったところは普通のなんかベースと、まあ、似たような感触で弾ける、そんな一本でございます。で箱、これねこんな感じでちゃんと箱になっておりますので、生音でもしっかりとした音で、こう鉄弦なんで比較的音程も低音域なんかの音程も聞き取りやすい音で鳴ってくれるかなっていう感じですね。でマイクを通しますと、低音域もまあかなりしっかりと再生されますし、こう非常に楽しめる一本じゃないかなと思います。バンドの中に、まあ、ウクレレ、メインのねこういったバンドの中に一本こうベースが入るだけでもだいぶ音の厚みも変わりますし、こういったのを加えてバンドとしてやってみるのも非常に面白いんじゃないかなと思います、はい、ということでこちらカラーから出ております U ベースというシリーズですね。ウクレレベースのシリーズですが、このモデルジャーニーマンというシリーズになりまして、 F ホールタイプ、カッタウェイ付き F ホールタイプのモデルで、弦が最初からこの鉄の巻き弦ですね、これが貼られているシリーズとなっております。まあ、アコースティックでもよし、エレキでアンプをね通してもよしと、いろいろ使い勝手のいい一本じゃないかなと思います。ぜひお問い合わせお待ちしております。それではタンタンでした。